ファーイーストで一番の歴史を持つワールドブリーダーズカップターフ、今年もまた新たな1ページが刻まれます。伝統の外回りコース 2400m、 ちょっと出遅れたんでしょうか。4番ホルスリンカーン、それから3番クロワッサン、先行グループからまず見てまいりましょう。赤手マンゴーが上がってまいりました。それから12番ストラテジックチョイス、そして1番人気のサイコルシェイム、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその後ろから1番ウィズアンティシペーション、外を通って2番ドルニア、それから7番エルムランセニョール、9番レインドリーム、外から1頭11番グリークダンス、10番ジーフベアハート、これと一緒にサンクラシーク、ちょっと離れて3番クロワッサンであります。 G1 を勝ってさらに貫禄を増した4番ホルスリンカーン。もう一度先頭から紹介しましょう。先頭を行く5番赤手南郷、1馬身リード、それからもう1頭12番ストラテジックチョイス、サイコルシェイム好位置をマークしました。その後ろ3馬身くらいあってドルニア、12頭ライトアップされたブリーダーズかかろうとしております。内から1頭1番ウィズアンティシペーション、そして外からはエルムランセニョール、それからレインドリーム、そしてもう1頭11番グリークダンス、それからジーフベアハート、その後ろでやりましょうか。6番サンクラシーク、このあたりちょっと離れているクロワッサン、4番ホルスリンカーン、徐々に差を詰めます。さあ最後の直線に入ります。最強馬はどの馬だ。ホルスリンカーン直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭は赤手マンゴが半馬身リード、先頭は赤手マンゴ、ホルスリンカーンいい足で上がってきている。サイコルシェイム先頭に立った、ホルスリンカーンいい足で上がってきている。内から赤手マンゴが差を詰めてくる。サイコルシェイム先頭捉えた、かわした、ホルスリンカーン1着。ホルスリンカーン WBC にかけた陣営の執念、これで胸を張って SWBC へ行けるぞ。